私の子供はどこ？ケイ見て、またニュースでこのことやってるわ。また今日もこの街で男の子が消えるという事件がありました。最後にその子が目撃されたのは公園。一体男の子はどこに行ったんでしょうか？また誘拐事件？毎日毎日ニュースでしてるけど、なぜ男の子ばかりが消えるのかしら。それに現れた瞬間は誰も見たことがないんですよね。恐ろしい。それにこれ隣の町じゃん。そうね、もしかしたら明日にはこの町にも。なんてね、今の警察はすごいもの。どうせすぐに犯人を見つけてくれるわ。皆さん、朝のニュースは見ましたか？いつ犯人がこの町に来てもおかしくないので、絶対に集団登校をしてください。私たちも見回りをするけど、怪しい人を見たらすぐに連絡するのよ。はーい。ここまではみんな一緒だけど、ここから先は私とチャックだけだね。ケイはまだしも、チャック男の子なんだから気をつけるのよ。おお、大丈夫だぜ。ねえ、でもさすがに今日は私が家まで送ってあげようか？いつも私んちまで送ってくれて、そこからチャック一人で帰るけど、さすがに今日は危ないと思うんだ。心配ありがとうだぜ。俺は誰より何より強いぜ。どんな人が来たって倒してみせるから、いつも通りケイを家に送っていくぜ。そう？じゃあ今日も送ってくれてありがとう。本当に気をつけてね。おう、ケイ、今日も愛してるぜ。ただいま。お姉ちゃん、大変だぜ大変だぜ。とうとうこの町でも男の子が行方不明。このチャックなら出れなくてもかけ直してくるのに、何もないのはやっぱりおかしい。チャックママに電話してみよう。もしもし、ザマス？あの、チャックって帰りましたか？いいえ。私、30分前ぐらいにバイバイしたんですけど。ザマス？もしかして、チャッキーが、誘拐されたザマス。お母様？やばい、やっぱりおかしいよ。今外を歩くのが危ないって知ってて、どこかに行くのも考えられない。そうだ、こういう時はレオに。あ、もしもし。もしもし、ケイちゃん。私、シオン。え、なんでシオンが？いないの、レオが。え、レオも？私とレオ、帰りながらずっと電話で話してて、今レオの探偵事務所に着いたって言うから安心してたんだけど、そしたら急に電話がプツッと切れて、おかしいから今探偵事務所に来てみたの。そしたらレオの携帯電話はあるし、推理をする時の帽子や虫眼鏡もあるから、どこかに行ったわけじゃないと思うの。携帯も落ちてるってことは、話してる途中でやっぱりレオの身に何か起きたんだと思う。どうしよう、どうしよう。しよう。とりあえず私たち合流しよう。うん。バイバイした瞬間に気を失って、気がついたらここはどこだぜ。俺たちどうやら今ニュースになってる男の子だけがいなくなる事件に巻き込まれたっぽいな。それって誘拐されたってこと？やばいっすよこれ。俺今日は姉貴とロックンローのライブに行く予定だったのに、すっぽかしたらブチギレられるっす。そんなことよりも誘拐された方の心配をしろよ。一体誰が僕たちを。かわいい私の子供たち、目が覚めたのね。うわ、誰だお前。そうか、あの事件の犯人がなかなか見つからなかったのはこの世のものじゃないからか。かわいい何をしてあげる？ヨーヨーね。それお人形遊びをする。お母さんね、あなたたちとずっと遊びたかったのよ。おいおい、さっきから何言ってるんすか。俺たちはあんたの子供じゃないし、あんたのこと見覚えないっすよ。お母さんになんてこと言うの。ひー
今この人を挑発するようなことを言うな。何をされるのかわからない。ダメだ、僕たちきっとここで人生が終わりだ。リックも落ち着け。ここがどこなのかわからないけど、元の世界に戻る方法、こいつから逃げる方法を考えてやるから。逃げる？なんで？どうして？やっとまた一緒になれたのに。そんなこと言うなんていけない子ね。あなたたちが退屈なら、もう一人、また一人とここに連れてきてあげる。そしてどんどん私の子供が増えていく。これでもう寂しくないわ。なるほど、男の子が一人一人消えてたのはこういうことだったのか。でもこいつは幽霊、俺には倒すこともできないし、一体どうやったら。ケイちゃん、あれから何か手がかりは得た？何も。私たちもレオとの電話がプツッと切れた時、何か霊的なものを感じたんだけど、それ以外は。霊的なものってことは幽霊の仕業？そんなのますますどこにいるかわかんないし、安全じゃないかもしれないじゃん。翼ちゃん、やっぱりハルト君いないわ。レンもよ、全然見当たらない。もしかしてハルト君たちも？レン君、起きてくださいよ。なんだ？ココナッツ小学校のちびっ子たちじゃねえか。ここはどこだ？なんでそんなに大集合してるんだ？やっと目が覚めたか、レン。この子たちは大集合してるんじゃない。させられてるんだ。させられてるって誰に？おや、あんたたちは子供にしては少し大きいね。なんだこのおばさん。おばさんなんて二度と言うな。そうです、僕たちはこの子たちよりも年齢が上です。だから僕たちが犠牲になります。その代わりにこの子たちを解放してください。おい、ハルト、何言ってんだよ。こんな化け物みたいな人のところにお礼が残るわけないだろう。何言ってんだ、小さい子たちを守るのが俺たちだろ。どうやら連れてくる子を間違えたようだ。私はお前たちみたいな大きい子はいらない。背も小さく、あどけなさが残る子供こそ私の子供だ。消えろ。消えた。そんなに自由に連れてきたり戻したりできるわけか。あれ、ここは戻れたのか。よっしゃ、助かった。助かったじゃないよ。結局チャック君たちを守れなかった。あの子たちだけ残して心配だ。ハルト君、この声はリカちゃん？ハルト君！レン、もうどこに行ってたのよ。誘拐されてる事件に巻き込まれたのかと思って心配したんだからね。それが誘拐されたのはされたんだ。でも俺たち大きい子供はいらないって解放されたんだ。待って、じゃあレオたちはいたってこと？うん、みんないた。怪我とかもなく無事だったよ。でも何をやらかすかわからない雰囲気だったから、早く助けに行かないと。でもどこへ？たちはどうやって戻ってきたの？僕たちは瞬間移動？瞬間移動？あそこがどこなのかはわからない。でも見たことのない雰囲気で、今いるのは小学生の子と、それを自分の子供という女の人。それはシオンの力で場所わからないの？いくら霊が関わってるとはいえ、私にはまだそこまでの力はないわ。だけど私の尊敬するあの人なら。メイコさん、お願いがあるの。私の大事な人なんだけど、この人がいる場所霊視してもらえないかしら。わかったわ。シオンの師匠のレイコさん、そんなことできるなんてやっぱりすごい。この帽子の持ち主がいるところ、赤い光となりこの地図に表せ。わかったわ。シオンちゃんの大事な人は今学校へいるわ。学校と、どういうことですか？学校の黒板につながるあの世にいるわ。私がその世界へ行けるようにしておくから、あなたたちは怖がらず黒板へ飛び込むのよ。なんだかよくわからないけど、わかった。ありがとう、レイコさん。シオンちゃん、無事を祈るわ。さあみんな、ご飯よ。お腹も空いたでしょう。みんなで食べて、かわいい子供たち。さっきから黙ってたけど、こんな知らない人が作ったご飯なんて食べるにし
しないぜ。おいチャックやめろ。可愛い子供たちって言うけど俺たちのマミーはあんたじゃないぜ。こんなもの食べるわけないぜ。チャックやめろって。この霊は何をするかわからない。俺たちみんなが戻れるまでおとなしくしてろ。あなたは反抗的ね。お母さんにそんな口聞いていいと思ってるの？だからお母さんじゃないって言ってるぜ。俺のマミーはマミーだけだし、こんなところ抜け出してとっとと K の元へ帰るぜ。やめろチャック、それ以上挑発するな。俺は諦めないぜ。ここがどこかもわからない。お前からどうやって逃げるかもわからない。だけど一つ言えるのは絶対にお前の子供になんかならないぜ。バカチャック、生意気だ生意気だ生意気だ。私の子供にならないのなら暗くて狭い寒い場所へ行くがいい。お前の子供になるぐらいならそっちの方がマシだぜ。シアン、本当にこの黒板でいいの？うん、レイコさんの言ってた通り、この黒板の向こうにレオがいるはずだから。行くわよケイちゃん。せーの。じゃあお前の言う通り暗い場所へ連れてってあげよう。やめなさい。誰だ？すごい、本当に来た。シオン、キューお前なんで来た？なんでって助けるためよ、当たり前じゃない。キューも助けに来てくれたのかだぜ。まあ一応ね。でもやっぱり来なきゃよかった。めちゃくちゃキレてない？そうなんだ、この人何をするかわからない雰囲気というか危ない匂いがする。確かに霊の力は強めだけど、この人悪い人ではないわ。そうなの？あなたは生きてた頃自分の子供男の子を亡くしたのね。私には見えるこの人の過去が。お母さん、ご飯まだ？もうできたわよ、ヒロシの大好きな梅おにぎり。またおにぎりだけ？いつも同じご飯でつまらない。まあまあそう言わないで。でもお母さんの作ったおにぎりはやっぱり日本一だよ。そうやってあなたたち親子は仲良く暮らしてた。ところがある日何かの事件に巻き込まれたのか、ヒロシ君は姿を消し行方不明になった。最愛の我が子を亡くして悲しみだけを残し、あなたは生涯を終えた。悲しみだけの怨念が残り、あなたは幽霊となりさまよい続けてるのね。小さい子供ばかり連れてくるのはあの時の懐かしい気持ちを思い出すため。そう、私はただただ可愛かったあの子をそばに感じたいだけなの。でもこの子たちにもお母さんはいるのよ。我が子と離れ離れになるお母さんの気持ちがわかるならこんなことはしたらダメだと思うわ。我が子と離れる悲しい気持ちそんなのどうでもいいわ。わかってくれたんじゃなかったの？私はあの子の代わりにもうこの子たちと生きていくわ。そして一人残らず道連れに。やめてよお母さん。え？もうこんなことしないで。僕はずーっとお母さんのこと待ってたんだよ。だからお願い、早く来てよ。ヒロシ。そこの女の子、お母さんは僕がちゃんと連れていくから。みんなと一緒に早く元の世界へ。わかった。お母さん、これからは僕とずーっと一緒だよ。消えた。ああ、よかった。あの男の子が現れないとなかなかピンチだったわ。でもシオンちゃん、助けに来てくれてありがとうっす。本当だよ。人間の犯人なら俺でもどうにかできそうだけど、幽霊だけはお前にしか無理だからな。来てくれてありがとう。どういたしまして。でもあの親子ちょっとかわいそうだったから、今度はずっとずっと一緒にいれたらいいね。ケリーが指名手配。この子を指名手配して絶対に捕まえてみせる。遡ること1日前。エミリー先生、これを見てください。こんなものが届いてるんですけど何でしょうか？ココナッツ小学校の皆様へ何かの招待状みたいですね。開けてみましょう。招待状？一体誰から？明日10時、私のお宝お披露目パーティーを我が家で開きます。
世界に一つしかないあれがあります。皆様ぜひお越しくださいませ。国宝カレンより。カレンちゃんからだったんですね。国宝っていう名前だけあってどれだけお宝があるんでしょうか。せっかく招待してもらったんですから行ってみませんか。そうですね。じゃあ生徒たちにも話してみましょう。カレンちゃんの家でパーティー行って行く。カレンお嬢様のお家ってすごい豪邸なんでしょ。ああ豪邸というより本当にお姫様が住んでるお城みたいなんだ。職場体験で行ってびっくりしたよ。私はそのお城みたいな豪邸より世界に一つしかない〇〇っていうお宝の方が気になるわ。一体どんなお宝だっていうの。先生俺たち絶対行きたいぜ。分かったわ。じゃあ明日は実習ということでカレンお嬢様のお家に行きましょう。あー明日のパーティー何着て行こうかな。レオが言うには本当にお城みたいって言ってたし、こんなしょぼい格好じゃいけないよね。あ、そうだ、そういえばママが私の誕生日にプレゼントしてくれたこのドレスがあったんだった。これならどこに着て行っても恥ずかしくないよね。うんうん、やっぱり可愛い私によく似合ってる。いいなお姉ちゃん、サリーもお城行ってみたいです。残念だけど赤ちゃんにはまだ早い。っていうか私これを着たらお姫様か大富豪のお嬢様に間違えられちゃうよね、きっと。ふふー、楽しみ。張り切ってきたけどまだ誰も来てない。あの警備のお兄さんたちは怖そうだし、さすがお宝パーティーだけあって警備が厳重なんだね。おい、綺麗がドレスを着てるぜ。まるでディズニープリンセスだぜ。ジャックたち、せっかく豪邸に入れるのにそんないつもの服なの。つまんないやつだな。あれ、ケイちゃんたちも招待されたの。カレンちゃんのお家すごいからびっくりしたでしょ。あら、みんな早いわね。わー、エミリー先生すっごく綺麗。ビクトリア先生は何その格好。何って、おめかしした方がいいかと思って私なりのおめかしをしてきたのよ。それがおめかし。まあまあ、みんな揃ってんだったら早く中に入ろう。ちょっと待て、危ないものを持ち運んでないか我々がチェックをする。こんなところで持ち物検査。あなたたちおやめなさい。はっ、カレンお嬢様。今ここに来てくださってる方たちはみんな私のお友達や大切な知り合いばかりなのです。持ち物のチェックなど必要ありませんわ。ははでは皆さん我が家へどうぞ。これからは大事なパーティーを始めるから今からはもう誰もこの中に入れないようしっかり見張りを頼む。かしこまりました。皆さん今日は我が家のお披露目会に来てくださりありがとうございます。これが家？すごすぎない、すごすぎない。全てが写真映えしそうだから後でいっぱい写真撮っちゃおうっと。ちょっとケン、そんなことしたらダメよ。私たちはお客様ってことを忘れちゃいけないわよ。いいんですよ。でもまずは皆さんに見ていただきたいものがあるのでこちらへどうぞ。だってへへー、もうケンったら。それでは皆さん、カレンお嬢様のお宝のお披露目第1弾でございます。なんとその総額はざっと見積もっても1億円以上です。1億円以上ですって。すげー、俺たちとんでもねえお嬢様と友達になっちゃったんだな。いえいえ、そんなことはありませんよ。お嬢様は各国のプリンセスとも付き合いがあり様々なジュエリーをいただいております。このジュエリーキャッスルですが絶対に触れないようにお願いします。ジェームス、せっかく来ていただいているのにそんなことを言ってはいけません。みんなもどうぞ気に入ったものはぜひ手に取ってつけてみてくださいね。やったー、ケチな執事さんと違ってカーレンちゃん太っ腹。ごめんなさい。でもやっぱりドレス着てきてよかった。私に似合うジュエリーを見つけて気に
蓮お嬢様の大事なティアラをこんな何でもない子が軽々とつけて、可憐お嬢様は本当にお優しすぎる。しかしあれだけはいくらお嬢様がいいとおっしゃっても絶対にダメですよ。よろしいですね。ああはい、あれは確かにとても大切なものですから私も分かっていますわ。そのあれっていうのは、それがもしかして招待状に書いてあった世界に一つしかない〇〇っていうものですわ。はい、それでは今からお披露目いたしますので、皆さんちょっとお待ちくださいませ。なんだろう、どんなものだろうね。これでも十分すごいのに、これ以上にすごいものってことだよね。気になる気になる、早く早く。カレーお嬢様、こちらでよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。ではこちら外させてもらいます。世界に一つしかないものはこちらになります。うわ、大きな宝石、こんなの見たことない。こちらは10カラットのハート型ピンクダイヤを真ん中にあしらい、それに合わせて毛皮をピンク色に染めた世界に一つしかないケープなのでございます。すごいわ。私あんなの着たら体が震えちゃうかも。私もこの年まで生きてきてこんなすごいもの初めて間近で見たわ。それではカレン様、こちらのケープを羽織ってください。そして皆様どうぞご覧ください。はい、それでは羽織らせていただきます。うわー、カレンちゃんかわいい。ほんとね。あんなすごいものを身につけても負けてないのはさすがカレンよね。ほんとにかわいい。いいな、私も着てみたい。なあチャック、女子たちが宝石だの毛皮だのにあんなに騒ぐ気持ちがわかるか。それはわからないけど、ずっと嬉しそうにはしゃいでる毛がすごくかわいいのだけはわかるぜ。あ、そう。お嬢様、それではもうそれはお脱ぎになってこちらにかけておいてください。汚してもいけませんから。そうですね、わかりましたわ。ではカレーお嬢様、お手伝いいたします。ゆっくりと外しますね。すごい、ただ脱ぐだけなのにそれもメイドさんが手伝ってくれるんだ。シワにならないように綺麗に飾っておかなくちゃ。これで完璧です。さて、それでは皆様、こちらも見ていただきましたので次の準備に移らせていただこうと思います。それでは少し時間がかかりますので、こちらのネックレスやティアラ、お気に召したものがあればどうぞ手に取ったりつけてご覧ください。シオン、お前はピンクとか黄色より紫とか青が似合いそうだもんな。そう。じゃあつけてみようかな。どう。当たり前に可愛い。まあ、またイチャイチャして、私もお姫様みたいになっていつか匠様そっくりの王子様が迎えに来てくれないかな。ビクトリア先生、意外とこういうかっこいいネックレスとか似合いますよ。鬼のビクトリア先生でもジュエリーをつけるとちょっとは女の子っぽくなりますね。それは褒めているのかしら、けなしているのかしら。ごめんなさい、つい本音が皆さんとても楽しんでくれているようで嬉しいですよ。普段は絶対に身につけれないものをつけれて感謝してほしいものです。何事だ。何、幽霊でも寄ってきたの。落ち着けシオン。ハルト君。大丈夫、リカちゃんここにいる。皆さん落ち着いてください。誰か早く電気を。あ、よかった、着いた。なんだったのよ。脅かさないでよ。幽霊の気配は特に感じないわ。なんだ、大きな声を出してどうしたんだ。ありません。今の電気が消えた瞬間にここにあったケープが。本当だ。なんということだ。世界に一つしかないピンクのケープが今の今まであったのにどこに消えたんだ。ジェームス、どうしましょう。大切なケープが。誰だ。誰があのケープを持ち去ったのだ。あの一瞬で持ち去れるってことはこの部屋にいたものか。あれ、あの青いドレスを着た前歯に虫歯のある女の子の姿が
が見えないじゃないか。もしかしてあの子がケープを。そういえば来た時から早くお宝を見たがっていたし、このケープも見てみたいとハートの目をして見ていた。そうだ、あの子が怪しい。持ち去られるなんて。ジェームスさん、トイレにもどこにもいませんでした。東側のトイレにもいませんでした。ちょっとちょっと待ってくれませ。俺が電話をかけてみるだぜ。おかしくなったです。全然繋がらないぞ。ってことはこれでほぼ間違いない。犯人はあの子だ。ちょっと待っててくれ。できた。これを全国に配るぞ。ケイちゃんが指名手配？それに報酬金は1,000万円？そうです。それ以上にあのケープは価値のあるものなんです。絶対にこの子を捕まえてあのケープを取り戻してみせる。おい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 、ケイが指名手配なんてやばいね。今からこれを町の至るところに貼って町の人たちにも犯人逮捕に協力してもらおう。お前たち行きなさい。かしこまりました。ちょっと待ってください。確かにカレンちゃんのお宝はどこかに行ってしまったけど、まだケイちゃんが犯人だなんて何の証拠もないのに、うちの生徒をそんな風に疑うのはやめてください。そうです。もしかしたら犯人は別にいて、ケイちゃんは何らかの理由でいなくなっただけかもしれないのに。確かに犯人はこの子じゃないかもしれない。しかしこの子が犯人じゃないという証拠もない。そうですけど、明かりが消え、ここにあったケープとこの子がいなくなったのは事実です。とにかく今するべきことはあの子を見つけること。でなければこの事件は解決しないのです。そうね、ケイをまず見つけることが一番の先決かもしれないわね。レオ、こういう時こそあんたの出番じゃない？そうだぜ、俺のケイの無実を証明してくれたぜ。ああ、一つずつ聞き込みをしてこの事件の謎を解いていくしかないな。任せとけ、俺に解けない謎はない。ケイは確かに高価で可愛いものは大好きだし、ケイなら欲しがりそうだけど絶対違うはずだぜ。そうよ、私の可愛い生徒がそんなことするわけがないわ。頑張ってよレオくん。わかったよ、わかったから。本当、どうしましょう。私がこんなパーティーを開いたばっかりに大変なことに。こんなパーティーしなければよかった。お姉ちゃん、今頃パーティー楽しんでますかね。そうね、みんなの前でドレス踏んづけてなきゃいいけど。この辺に貼りましょう。お、何かしら。特売品のチラシでも貼るのかしら。早くこの犯人が見つかりますように。他のところも貼りに行きましょう。時間が経ったので落ち着いてきましたか？ええ、レオ君、私もあなたを頼りにしています。どうかこの事件を解決してください。今頃
町では手配書を見てみんながあの子を探してくれているはずです。それと並行してこちらでも事件を検証していけば良いかと。それでは順を追って確かめていきますね。あの電気が消えた時 K はどこにいたか見た人はいますか？はいだぜ。俺はここに来てから嬉しそうにお宝を見てる K が可愛くてずっと姿を目で追ってたから知ってるぜ。どのあたりでケイが見てたか詳しく教えてくれ。カレンお嬢様がケープを脱いでここに飾られた時、ケイはあの隅の方でずっとケープを見ていたぜ。それ見ろ、あの子はやはりあのケープに並々ならぬ興味を持っていたのだ。いやいや、ただ嬉しそうに眺めてただけだぜ。それとあの時確か何か白い小さいものがケイに向かって飛んできたような気がするぜ。白い小さいもの？なんだろう？あ、それは私も見ました。一瞬だけど、本当に白いものが飛んできたんです。飛んできた白いもの、もしかして紙飛行機？あー、そうですね、そう言われるとそんな気がします。それをあの女の子が捕まえて手に取って見てたと思います。それじゃあその紙飛行機が何か関係ありそうだな。でもどこから誰がそんなものを飛ばしたんだろう。この中でそんなものを飛ばした人はいますか？いないよな。ってことは窓から飛んできた可能性が高いな。外といえば門で警備をしている警備員さんが。ちょっと話を聞いてきます。ああ、頼む。すいません。僕たちが中に入ってから今まで誰か他にもこの中に入った人物はいますか？そして青いドレスを着た女の子はここから出ていきましたか？ジェームスさんから誰も入れてはいけないって言われたからあれから誰も入ってないよ。そして女の子の方は確かに大きな紙袋を抱えて急用で帰らなくちゃとか言って出て行ったよ。やっぱり K がケープを持って出たのは間違いない。あいつ全く何してんだよ。でもただ理由もなく盗むような子じゃないのは俺も知ってる。そして紙飛行機を飛ばした不審人物はどこから入ったんだろう。警備員さんは誰も入ってないって言うし、あれ、今朝は警備員さんが2人いたのに今は1人なんですか？ああ、それがパーティーが始まった頃にトイレに行ってくるって言ってここを離れて戻ってきたらもうジェームスさんにお前は今日は帰っていいって言われたから帰るって帰っちゃったんだよね。それなんか変ですね。まあ俺も初めて一緒に仕事したやつだしな、よくわかんないんだよ。いつも一緒に警備してる人じゃないんですか？ああ、いつものやつは体調が悪くなったから代わりに来たとかなんとか言ってさ、ジェームスさんにも朝挨拶してたよ。そいつだ、そいつが怪しい。警備員になりすましてこの屋敷に入り込み K に紙飛行機を飛ばしたやつに違いない。すいません、ありがとうございました。怪しいって紙飛行機？何のこと？あー、どうしよう。紙飛行機の手紙を見てとっさにこれを持って飛び出してきちゃったけど、でもやっぱり怖くなってきちゃった。でもこれを持っていかないとカレンちゃんが危ない目に。どうしよう。皆さん集まってください。もう犯人が分かったの？犯人の目星はつきました。本当か？今朝門のところにいた警備員の一人が偽物だったんです。なんと。確かに今朝私に挨拶に来た方の男は初めて会ったやつだった。いつもの警備員の代わりだと言っていたが嘘だったのか？はい、おそらく。そしてそいつがケープを持ち出すように書いた紙飛行機を K に飛ばして、 K はそれでケープを持ち出しただけだと思います。その警備員の男は一体何者なのかしら？何のためにケープを盗んだんだろう。お金目的かな？そうだよね、男のくせにあんな可愛いケープ必要ないよね。さっきから物
問題になってる紙飛行機ってこれじゃない？今そこの隅に丸まって落ちてたんだ。きっとそうだよ。ハルト君見せて。ピンクのケープを持ってショッピングモールのキュートショップに行け。そしてワンピースで隠すようにして奥のハンガーにかけろ。そうしなければカレンお嬢様の身に危険が迫る。やっぱりそうだったわ。だからケイちゃんはショッピングモールに持っていたはず。そうですね、謎の半分は解けた。あとはケープを奪おうとした犯人の正体とその理由だ。レオ君お見事だ。解決まであと少し。みんなでショッピングモールに行こう。あれからかなり時間も経ったし、女の子も持ってきたはずだ。書いてた通りきっとワンピースの奥に。あれない。あの子まさかケープに目がくらんで逃げてしまったのか。くそ、カレンお嬢様に危険が迫ると書いておけば絶対持ってくると思ったのに。ケープに目がくらんだのはお前だろ。はっ、ケープ盗難事件の犯人はあなたですね。ああ、どうしてどうしてか聞きたいのはこっちの方だ。そしてお前、どこかで見たことはある気がしていたが、先日の全国質疑会議であったミリア姫の執事じゃないか。お姫様の執事？どうしてそんな人がケープを盗むなんてこと。ああ、見つかったならもうダメだ。そうです、私はミリア姫の執事マイクと言います。そんな人がどうしてこんなことをしたのかちゃんと説明してもらえますか。はい、実はあのケープはもともとミリア姫様のものだったのです。しかしミリア姫様の父上母上が最近続けて病気で亡くなり、我が王室の資産はたちまち底をついてしまい、ミリア姫様に唯一残されたあのケープも売りに出されてしまったんです。そんなことがあったの。あのケープはミリア姫様の母上様が姫の誕生日に贈られた大切なものなのです。ケープを手放してからのミリア姫様はみるみるうちに元気をなくされ、執事として私は姫のために絶対あのケープを取り戻さなくてはと思ったのです。それだけミリア姫様にとっては大事なケープだったんですね。なるほど、ご主人様に仕える同じ立場としてお前の気持ちはよくわかった。だがしかし、お返しいたしますわ。そんな事情があったとは知らずごめんなさい。カレン様、いいんですか。いいのよジェームス、持ち主のところへ戻るだけです。ケープはずっと大切に保管してありましたから安心してくださいとミリア姫様にお伝えください。カレン様、本当に本当にありがとうございます。そしてこのようなことをしてしまったことを深く反省します。でも待って、この人がケープを取り戻そうとした経緯は分かったけど、肝心のケープとケイちゃんはどこに行ったの。本当よね、このお店に持ってきてないってことはどこにいるの。きっと大変なことをしてしまったって途中で気づいてどこかでビビって隠れてるんじゃないのか。誰かKの行きそうなところに心当たりはないか。俺にはわかるぜ、きっとあそこだぜ。ちょっと待ってよチャック。あー、どうしよう。今頃犯人はケープがないことに気づいて激怒、そしてカレンちゃんの身に恐ろしいことが。あー、どうしようどうしよう。でもやっぱりこのケープは守らなくちゃいけないと思うし。ケー、イルカだぜ。え、この声チャック。ケー、やっぱりいたぜ。全部解決したぜ。え、本当に？私のしたこと罪にならない？こんなお宝を持って逃げたんだよ。ケイちゃんはそのお宝を守ってくれたんですよね。ありがとうございます。それではそのケープをこちらの方へお渡しください。え、カレンちゃんのものなのにいいの？え、私以上に必要としている方ですので。わかった、カレンちゃんがそう言うなら。ありがとうございます。ミリア姫様、これで元気になれますか。はい、本当に皆さんありがとうございます。それにしてもチャック、
よくケイちゃんがここにいるって分かったわね。この秘密基地は最近俺とケイが見つけた場所なんだぜ。お互い何か困ったことがあったらここに集合って話したことがあったの思い出したんだぜ。本当にここにいてくれてよかったぜ。本当だな。これで事件も全部ビシッと解決。みんな本当にいろいろありがとう。いたぞ、1000万円の子だ。あの子を捕まえろ、1000万円ゲットするぞ。待ちなさい。助けて。待て、1000万が逃げたぞ。Kは大変そうだけど、この事件が無事解決できてよかったって思ってくれた子は評価をぜひ、ツイッターをやってる子はココナッツさんのツイッターもぜひフォローしてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。